さんこんばんは、スルメです。今回もですね、集まりやっていきたいと思います。今回の服装はこんな感じにしてみました。本日は我が島の住民のタコ屋のお誕生日でございます。はい、ということで今年もね、たくさんお祝いしてあげようと思います。プレゼントはタコ。はい、タコはね、タコ屋に前にもあげたことがあって、その時にすごく喜んでくれていて、ずっとねお家に飾ってくれてたんですけど、なんかいつの間にかいなくなってたので、多分食べちゃったのかなと思うので、ちょっとね新しいタコをね補充してあげたいと思います。はい、ということでね、タコ屋のお家に向かいたいと思います。誰がねお祝いに来てるのか、あ、マグロではないってことが分かったんですけど。はい、いつもね、この誰がお祝いに来てるのかっていうのを当てるっていう無謀なクイズをしてるので、今回もね当てたいんですけど、誰かな。タコリーナ、タコリーナだと思います私は。誰が来てるかな。あータコ違いやったな。奥太郎か、しょうがないです。どっちのタコだったか。あ、でもやっぱタコ住民のお祝いにタコ住民が来るっていうのはちょっと癒しですよね。おめえもう見たか、何よって決まってんだろう。タコ屋の顔だよ、顔。いや顔は見たよ。この部屋に入った時点で顔は見れますけどね。もうニヤニヤしっぱなしでよ、あんなの見せられてこっちまで嬉しくなっちまうよ。かわいいね。さあパーティーはまだまだこれからだ、ガンガン盛り上がっていこうぜ。僕今日のお誕生日会ずーっと楽しみにしてたんだ。だってケーキもあるし、プレゼントももらえるし、なんたって僕が主役だもん。ありますあります。はい、大事にしてね。そう、この狭い空間にタコが3人いるっていう状況になりました。あー、これはタコ。本当にもらっちゃっていいの。さすがスルメ様、僕感激だよね。喜んでくれるんだよ、タコ屋にタコあげると。今日は本当にありがとうスルメ様、これからも仲良くしてね。せやねん、かわいい。うふふ、僕今日はとっても幸せだな。嬉しくって胸がいっぱい、ごちそうでお腹もいっぱい。ああ幸せすぎる。せやねん。あ、幸せそうなタコ屋を見ると私も幸せになりますわ。本当におめでとう。じゃあねタコ屋、いい誕生日を過ごしてね。帰るんだったらお礼を言わせて。今日はお誕生日会に来てくれて本当にありがとう。プレゼントまで持ってきてくれるなんて僕とっても嬉しかった。これからも仲良くしてね。こちらこそです、バイバーイ。はい、ということで、まあ、タコ屋にお誕生日プレゼントを渡したんですけど、祝い足りない。もっとね、もっとタコ屋になんか誕生日プレゼントをあげたいんですよ私は。ということで、タコ屋に美味しいものをたくさん食べさせてあげたいと思います。はい、こちらはですね、約2年前ぐらいにね私が作ったマイデザインなんですけれども、タコ屋のねマイデザインなんですけど、口の部分だけがねちょっと開いていまして、それは何でかと言いますと、この口の部分にね落とし穴の種を仕込むことによって、こうね落ちた時にタコ屋に食べられているっていうね状態になるタコ屋落とし穴をね作ったんですよ。はい、なので今回はこちらのねタコ屋落とし穴でいろんなものをね、美味しいものを食べていただこうと思います。はい、なので私もね食べられてみました。美味しかったかな。はい、では落とし穴の種を埋めまして、食べるね住民さんを探しに行きましょう。そう、前にねタコ屋落とし穴やった時って本当にだいぶ前なので、もう住民さんもねほとんど変わってると思うので、いました、めちゃめちゃ美味しそうなのがいました。じゅんくん、なんじゅんくんちっちゃいから丸飲みされちゃいそう。じゅんくんはね、もう尻尾がねすごくロールケーキみたいでめちゃめちゃ美味しそうなので、きっとタコ屋もね喜んでくれると思います。来ました、ロールケーキ。じゅんがタコ屋の口の中に吸い込まれた。食べられました。タコ屋お誕生日おめでとう。はい、では自らねプレゼントとなったじゅんくんにもちょっと一言いただきましょう。なになに、食べられて嬉しいよ、あながち。なるほど、協力してくれてありがとう。はい、では続いてこの島で一番食べ応えがありそうな男、奥太郎をねタコ屋に食べさせてあげたいと思います。はい、奥太郎が、奥太郎がタコ屋の口の中へ入った。食べられております。美味しそうですね、なんか普通に美味しそう。奥太郎はタコ屋お誕生日おめでとう。
はい、では本日お誕生日のタコヤに一言お願いします。なになに、うがー、タコヤに食べてもらえるなんて本望だぜ、タコ。なるほど、ご協力ありがとう。続きまして、その持ってるオレンジジュースよこせということで、オレンジジュースとついでにハリマオをね、タコヤにあげたいと思います。お、行くかハリマオ、行くか、行ったー。そろそろね、タコヤも喉が渇いてきたと思うので、オレンジジュースとね、ハリマオをごくごくむしゃむしゃとね、召し上がりました。タコヤお誕生日おめでとう。はい、ではタコヤに一言お願いします。なになに、タコヤとオレンジジュースを半分こして杯を交わしたみたいで嬉しいぜ、だとら。あ、なるほど、協力してくれてありがとう。はい、ということでですね、タコヤにたくさんプレゼントをあげることができたので、お次はタコヤとの思い出の写真をね、振り返っていきたいと思います。動画用に撮ったものもあれば、プライベートのねものとかもあるので、ぜひ一緒に見ていきましょう。はい、1枚目はこちら。私がタコヤをね、初めて撮った写真がこちらでした。多分なんか釣りしてて可愛いなと思って撮ったんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらはね、動画のサムネにもなっております、タコヤとタコリーナのねキスシーンでございます。もうこの写真撮れた時も可愛すぎて、うわーってなってね、嬉しかったのを覚えてますね。めちゃめちゃ可愛いよね。はい、続いてこちらはですね、大穴のマイデザインを作って動画にした時のサムネとして撮ったんですけど、タコヤにもね一緒にびっくりしてもらいました。ちなみにその時のサムネ候補のね画像がこちらとこちら、こんなのもありました。はい、続いてタコヤがね椅子に座って寝ているところなんですけど、めちゃめちゃ可愛いですよね。で、なんかねタイミング的に私もね目をつぶっていたので、なんか2人で寝ている感じになりました。はい、こちらはねみんなでヨガをしている写真なんですけど、タコヤのねこのヨガのポーズの時の顔といい、この手の感じといい、めちゃめちゃ可愛いですよね。この時はねまだモニカとマリーがいたんですけど、モニカがねちょっと監督みたいな感じで座ってるのがちょっとじわる。はい、続いてねみんなで釣りをしてる写真なんですけど、なんかタコヤがねちょっとジャックの方を気にしている目線がすごいね可愛いなと思って気に入ってます。このポーズのタコヤもね最高に可愛いんですけど、この写真はね、そう、みんなでヨガをしているのにもかかわらず、プレゼントが気になってしょうがないマグロっていうのがめちゃめちゃ可愛いんですよね。はい、これは去年のねタコヤの誕生日ですね。なんか私の方が浮かれてて恥ずかしいんですけど、このタコヤの足どうなってるのかすごい気になる。はい、こちらもね動画にしたんですけど、奥太郎とタコヤのキスシーンでございます。はい、こちらはさっきのタコヤと奥太郎のキスシーンのね動画で撮ったタコタク交流会のね写真でございます。はい、これ良くないですか。後ろ姿なんですけど、なんか2人でねこうやって座って黄昏れて、なんか空を見ている感じがなんかエモいなと思って撮りました。はい、こちらもねキスシーンなんですけど、最初に撮ったねタコヤとタコリーナのねキスシーンは、まあ割と私が無理やりね撮らせていただいた写真なんですけども、これはもう完全にもうね自然にしてましたね。で、それを見ている私とおじさん、これめちゃめちゃ可愛くないですか。もう最高な写真。はい、これ動画なんですけど、カールとタコヤが一緒に歌っててめちゃめちゃ可愛いんです。それをチラ見でね、チラ見していくビンタっていう、これめちゃくちゃ可愛い、一生見てられる。可愛い、はい、可愛い、これも最高です。あ、これも可愛い。はい、こちらはねタコヤにゴキブリドッキリを仕掛けた時の動画のサムネですね。もしね見てない方はぜひ動画を見ていただけたら嬉しいです。マイデザパーカーを着ても可愛い、魚眼レンズでも可愛い。はい、ということでタコヤの写真をいっぱい見ていただきました。タコヤもすごく嬉しそうでございます。こんな感じでゆるっとやっております。この動画が少しでもいいな、タコヤ可愛いなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価、コメントなどいただけるととっても嬉しいです。はい、今回ね少し紹介したのもあったんですけど、マイデザインをね自分で作って遊んでみたり、検証動画をね出したりしておりますので、他の動画も見ていただけたらすごく嬉しいです。最近の動画だとね、住民さんに寝起きドッキリをした動画があるんですけど、そちらにもねタコヤが出てますので、見てない方はぜひ見てみてください。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。